はい、高弘です。今日はですね、ちょっと前にですね、8月の終わりぐらいにですね、岐阜県の大垣市にひまわりが見えるひまわり畑があるんですよ。ちょっと有名なとこなんですけども、そこでひまわりを見てきたんですけども、そこのひまわり畑がなんとひまわりだけじゃなくて、ひまわりをその新幹線をバックに撮れるっていうなかなか貴重なところで、そこで今回は新幹線を撮ってきました。で、その最初見に行って普通のまあ N700 系とひまわりを撮ってきたんですけども、どうしてもドクターイエローと一緒に撮りたいっていうことで2週連続でそのひまわり畑に行ってきたので、その時の様子を今回は見てもらおうと思います。それではご覧ください。見てごめん。あらら。あらら。はい、ということで今回その2週連続でまあそのひまわり畑に行ってきたんですけども、まあ1週目も2週目も天気はまあ曇りでして、その最初の1週目の時はまあその見終わってすぐに雨降ってきたんですけども、まあ新幹線は結構撮れたんですよ、新幹線とひまわりは。でどうしてもやっぱドクターイエローをバックで撮りたいっていうことで、まあその1週目はひまわりちゃんと咲いてたんですけども、2週目はやっぱちょっとやっぱ1週間経ったがひまわりがやっぱだいぶしぼんじゃって、ちょっと元気のないひまわりとドクターイエローだったんですけども、まあ念願のひまわりとドクターイエローっていうそのコラボが取れたので、まあ、来年行く時はね
もうちょっとひまわりが元気な時にドクターエローが来そうなタイミングで、まあ、見に行けたらいいなと思いました。またねそれはちょっと来年、まあ、ちょっと行くか分かんないですけど、まあ、行きたいなと思います。僕はTwitter と Instagram あと TikTok の方やってますので、そちらの方もチェックよろしくお願いします。この動画が良かったと思った人はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。